やろ、YouTube、イエース、不動産の鬼も虫こと沢茂みです。さーて、面白くなってきました。い,いかがでしたか前回までの講義は、ね、不動産のその物件の探し方、上流、中流、下流とか、ね、こういろんな物件ありますよ、みたいな話しましたけど、はい、じゃあね、その上流の物件、えー、情報はですね、高きから低きに流れていく。 高木から低きに流れていくその上からね上流の情報から中流下流って下流の方で吹き溜まっているそういう情報、そういう情報は売れ残ってる情報ですが決して悪い情報ではありませんっていう話もしました。で上流の情報っていうのは一見良さそうに見えて現金即決で、えー、やらないといけないですねで。そういう情報はあなたのところには来ませんということでメーリングリストに登録してえ中流の出ましたーって出ましたじゃないんですよ、あれ、ねあの。上流の人たちが買わなかった情報をこう業者が、ね、自分たちの顧客に に対して流しててて流るってそれで,十分なんで,すでそれもねその金額で買うのと、ね、めちゃくちゃねあこれ安くなるなっていう目がついてきてそれでえ自分の狙った金額で買うのこれどっちが安いのかっていうとねそれ同じことはネットの情報の下流の情報でもできますから結局ね下流の情報でも中流の情報でも実は上流の情報よりも安く買える。 っていう可能性が十分にあるんです、ね、なんでかっていうと、ね、ジ上ルの情報ってさ、これいい情報なんだからみんなすぐ買ってよって結構ねあの、バーンって買い値が決まるような値段で流れてるわけですよ。にもかかわらず、ね、それ決まらないでどんどん流れていったら、うー。 あこんくらいの値段で買,い買ってほしかったけれどもね、もうね、1年も2年も待てねえから、もうこの値段でいいやっていうね、そんな気持ちになっちゃったら、1000万、2000万、3000万ねああの、後ほど紹介しますけど、結構安くあの買えてるパターンもあるんですね、要はな、ねその、売り主側の問題ですから、いくらで売るかっていうのは。ということで、えー、何でもいいんです、うん。それよりも自分がこの物件だったらいくら、この物件1億円で買ったらまあまあいいねと。 でもこの物件8000万円でじゃないと僕はやらない。だってまあまあいいんだったらね、リスクいっぱい背負って、えー、ダメなんだもん。えー、それどころか、この物件7000万円で買ったらもうね、ローンも下がるし、えーまあ、毎月のキャッシュフローも上がるし。 えね、あのその後7000万円で買ったのを8000万円で売る、8000万円で買ったのを8000万円で売る、ね、7000万円で買ったのが8000万円で売れるって分かってるんだったら、もうその時点で1000万円得してますからね。で自分が払ったローンはすべて貯金になってるんです。ということを考えるとです、ねこうあの、いかにいくら安く買うのかっていうのが重要ってことなので、この物件は7000万円で買えたらいいね。で僕は万円以下だったら買うこういうこいのをねあの自分の 懐事情やその物件が、ね、1億2000万円だったのが1億円で安いからじゃないんです。その物件が8,500万円で売られてたのが8,000万円になったからじゃないんです。 あの自分がその物件のリターンと最後売る値段から、えー、弾き出して、これ弾き出してください、これ教えてください,いの、自分で弾けばすぐ分かりますからね、エクセルの入力ができたらすぐ計算できますんで、でこれ、いくらで売れるんだっていうのは相場見てれば分かりますんでね、それが分かんないっていう人は、あのちょっと宿題、中やり直してください、ね、ずっとやるわけです、そうやって自分の中に相場を蓄えていってください。そうすするとですね あ,のまあ何の情報でもいいんですけれども、今回は中,級中流の情報で、ね、自分のいらないメールアドレスを登録して、そこからにバン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 その不動産情報が流れてくるようにしたんでしたよね。ということで、そうやって来たら、パンと見る。 だいたい値段とその場所と何駅何分とかですね、えー、まあだいたい地方の方だと、何駅からあのバスで、ね、30分とかね、えー、徒歩、えー、下手したら128分とか、ね、まあ、そんなの書いてあるんですけど、徒歩計算っていうのは1分あの80メートルですからね、80メートルを単純に分に直してるだけなんで。 まあそういうところはもうだいたい車が前提ですから、まあだい128いの円とかね、そういうのはあんまり書いてないですけれども、まあ、そんなような感じになってるわけです。で、まあ、それを見て、あここなんだなっていうか、住所はピンポイントで書いてあることはほとんどありません。ただここの辺ででうういう間取りでリマに何パーセント 2DK が8兵ありますか、2DK が21兵ありますとか、そんな感じのものが、えー、情報あって、えーまあ、なんか例えばその感想が書いてあったり、ね、その不動産業者の、えー、結構備品でなかなか出ません。大体ね、なかなか出ませんって書いてありますが、本当になかなか出ないのかよっていうのは自分で見極めてください。なかなか出ないのもあるし、これ、前から出てるだろうっていうのもありますんでね、まあ、その業者に来たのは、その業者に情報が来たのはこう初めてなのかもしれないですけどね。 当社の名前が書いて,ますっていうかその送られてきたそのメーリングリストのメールは誰々の発信みたいになってその誰々が一生懸命書いたわけですね。なぜならば自分の営業成績になるから、つまりそこからお客さんが実際に購入になると自分のお客さんということで自分の,その売買手数料の約3%、1億円の物件だったら300万円がお店に入るわけです。その中からコミッションが自分に出るわけですね。それがお給料になったり、まあ、あのするわけです。だから自分がお客さんに対してメールを送信し しまくらないと、そういう人たちはお金がお給料がもらえないので、まあ、コミッション制の人はですねあのやってるわけですので、まあ、この携帯番号に電話してくださいみたいなのが、まあ、一つ一つの物件に書いてあるんです。場合によってはお店で一括でそのメーリングリストを送ってて、1個の物件につき1個ずつ電話番号なり、ね、あの担当者が書いてある場合もあ,るありますけれども、だいたい例えばその地名があって、例えば千葉市5600万円の物件。 についての問い合わせとか言って言ってくださいみたいなそんな風になってます。で、まあ、あのお目当ての物件が見つかったらそこに書けるんですね。これね、メールで送ってもいいんですけど、まあ、担当者っていうのはですね、大体、まああ、いい言い方をすれば忙しい、悪い言い方をすればズボラなので、これね、電話がいいです。電話をすると向こうもね、あのそのちょっと。 メールじゃあの教えてくれないような情報をちょろっと教えてくれたりですね。で、まあ、雰囲気も分かりますその電話をかけてください。ね、これはもうあの営業時間中だと遠慮なくもう電話かけて、ただね、これね、多くの人が間違えるんですけど、こういうスタンスはいけませんね。俺がお客さんだ、えー、情報を教えろ。ね、俺、お客さんなんだから、俺のことを大切にしろ。これ逆です。ね、自分があのいい条件で交わしていただく。その えー営業マンもしその人から、もし買うことになったら、もし買わなくても、次の情報が来るっていうね、そういう相手は、ね、自分の営業マンなんですよ、自分が物件を探すための営業というか、そういう業務を行ってくれる、もちろんお金払ってますよ、お金でもそういう、ね、気持ちよく、あこの人、いい人だなって思われなきゃいけないわけです、でそういう相手に対して、こちらからです、ね、むしろ相手の営業マンが私のお客さんです。 なので、お客さんに対して、あのもしもし、澤と申しますが、こ、え、れ、ー、これ、メール受け取って、この物件について、えー、検討したいので、えー、資料を送っていただきたいんでよろしいでしょうかと、あ、そうなんですか、あこの物件ね、まあ、大体こう言います、1兆こう言います。あこの物件、足が早いんで、早くあの決めないとなくなりますよ。ね、足が早いんでっていうのは、もうね、人気の物件だからすぐ売れちゃいますよって言ってるわけです。で、その通り、売れていくものもありますし、まあね、もう大体そういう物件ね、あの、 メールを流した瞬間に問い合わせが10本くらい電話がかかってくるんですね。だってそういう物件ばっか回ってる人たちがメーリングリストに登録してて、そのメーリングジェット、大体、ね、2万人とか5万人とか登録してるわけですから。そしたら、ねあの、そういう電話がかかってくるわけです。で、その対応に追われてるわけです。むしろその営業マンは、ああ、忙しい、このお客さん買ってくれるのかなって、死なさなびしてるわけですね、その営業マンの方。 であの初めての人だとね、まあの、窮地のつながりの人だと、あ沢さんですかみたいになるかもしれませんけれども、まあうん、この澤知らねえなと、えーうん、あいいですよ、売ってあげてもっていう感覚なんですね。でそこで、ね、課金なんて来る必要はありません。なぜならば、それは私の営業マン。 ねまあ、要はあの私の代わりに仕事をしてくださる方なので、どん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 気持ちよくさせてください。私が与えたものが必ず返ってきます。で、それうでう気持ちよくさせて、あ,あそうなんですか、あすごいですね、ああ、いい物件なんですね、で資料を送ってください、でそれで資料を送ってきたら、ね、この資料の見方、今これ、書いてありますけれども、えー、物件概要、レントロール、そして登記後登本この3つだと思ってください。 ねまあ、細かく分けたら、もういっぱいあるんですけどね、あの物件概要っていうのは、物件に関する情報がいろいろ、もりもり入ってるような、いろんな情報が入ってるやつ、そしてレントロールっていうのは、えー、レント、えーまあ、つまりあの借りているあの、賃借人のロールっていうのは、ロールっていうのは行になったね、いっぱい行になってるやつ、つまり101号室誰々202号室誰々でねこれあの、同じ、全く同じ部屋でも、 全く同じ間取りの部屋でも、あの賃料が、ね、違ったりして、こう隣の人がね、えあなた4万円で借りてるのに、私5万円で借りてるんですかみたいなことがあるわけです。で、そういうのは、あのお客さんに、に賃借人には知らせないんですけれども、まあ、そのレントロールに全部書いてあるわけですね。何何年何月契約みたいな それを見ると、です、ね、いろんな情報が来るんです。これについては今からね説明していきます。これは面白いですよ。そして等規模と、この等規模っていうのは、要は国があのこの筆の場所、ね、この地盤の場所には誰が権利があって、どんな権利がついてて、みたいなの,もこう、ね、あの所有権は誰でみたいなのが、この国が管理してるやつです。 でこれをやることを投機っていうわけですね。で、それを消すのを投機ましょうとかね。で、その投機ボトルを。で、あの大体ね、資料送ってくださいっていうと、このね、物件概要しか送ってこないパターンがあります。そまあ、たいレントロールはね、あの最低限送ってくると思いますけど、本当に簡素な情報しか送ってこない場合があって、でもいいんです。 ね、その物件、それしか情報がないかもしれないから、そしてあそあのこのレントロールとかね、登記簿謄本がなかったら、その担当者の方に電話して、ああ、物件、資料を見させていただきまして、ありがとうございます。ところで、あのレントロールと登記簿謄本、これがないとですね、検討できないんですが、あの今ね、これ検討して、今、銀行の方とかも当たってるんですけれども、どうなんですかねって言って、これ、ぜひ取り寄せてください。 っていいう,うに言ってくださいこれね、一番が分かればね、あの東記ボトル本、気合い入れて自分であの取りに行くこともできますが、まあ、めんどくさいし、まあ、向こうを持ってる、もしくは、ねまあ、持ってないかもしれないですけれどもあのその、言われてから取り寄せてくれますんで、あ東記ボトル本見るってことは、あのこの人、本当に検討してんだなっていうのが向こうにも伝わりますし、まあね、ちょっとあの状況によっては1週間くらいかかったりするかもしれませんけれども、えー、その登記ボト本を、えー、入ると。 これねわざと入れてこないことがあるんですよ。なんでかっていうと、登記簿等はですね、後ほど説明しますが、結構ね、すごい個人情報というか、えーこ、こんなの載せてんのこれ誰でも見れんのみたいな。 そのくらいね、こうビッグな、あの普通の知らない人から見れば、ビッグな、ね、あの情報が載ってるんですよ。で、それを見ると、その物件がいくらで買えるのかっていうのが実は分かっちゃうんですね。いくらで買えるっていうか、いくらまで値段が下がるのかっていうのが分かっちゃうわけですね。まあ、それはね、この後半でちょっとじっくりやっていきますけど、この物件概要、レントロール、登記ボト本っていうのがあの資料としてあの認識しておいてください。で、電話をかける、ね、メーリングですと見て、もう選べないよ、じゃない、これね。 電話をかける。これはね、やってください。いやー、めんどくさいよ。いや、私、これ、ね、現地、相当調べてからじゃないとね、このね恥ずかしくてね、相手に電話かけられないんですじゃないんです。ね、電話をとりあえずかけてください。それで、向こうがすごい高飛車な態度ね、ああ、送ってやってもいいですよみたいなね、あの全員ねあの、電話かける人がいい人とも限らないんでね、それか向こう、めちゃ忙しいかもしれない。それで、その物件はね、もう有力な人で決まりそうな。 フェーズかもしれないその決まりそうな、ねもうね、あの自分のお買いの,のお気に入りのすぐに買ってくれるつながってるお客さんがもうそれ申し込み入れようかなって言ってるのにその物件に対してあ,のあなたが電話をかけてきたら、ね、あのもうどっか行ってほしいわけですよ。ねあのえー、はっきり言ってす、ね、べてのお客さんに同じサービスをするっていうのはこれ間違いですからねあの自分が一番あの関わりたいお客さんと強く接してそれ以外のお客さんはい、さようならこういう世界なんです。 だからこっちから、あ私の営業運動かよろしくお願いします。情報を送ってください。ぜひぜひ、まあ、今ね、この情報はあの、この物件、人気の物件で、えー、もうすぐに売れてしまうと思うんですけどぜひ私も検討したいんです、それで今ね、銀行とやってますんでって言って、ね、情報を送ってもらってください。それで送ってもらったら、あのね、勉強になるし、そこの相合も分かるし、その物件がどういう物件だったの。自分のアンテナにかかったってことはね、その物件で、ね、またかかりますから。 ね、その物件が売れ残ってね、売れ残ったらねこう1ヶ月、1ヶ月でも6ヶ月でも1年くらい残ってたりするわけですよ、ね、そこには何かあるなっていう、その時に一番最初に取り寄せた情報で、あここだったのかなとか、そういう分析するチャンスにもなりますんでね、とりあえず電話をかけてください、ね、すぐに最初のうちは、何が気になって、何が気にならないかも分かんないんで、これ、資料請求しないと始まりませんから、ね、かといっても慣れてきたらね、どん全部、そのありとあらゆる資料請求してても、もう時間なくなっちゃいますんでね。 あのこれ練習のために資料請求かけていきましょうでそれではですね、お楽しみ、まずはね、じゃあ、物件概要って一体何なんですかってね、こんなやつです、こんなやつ、まあね、大体住所とか、その周りの地図みたいなのが書いてあってね、この辺、周りの地図みたいに書いてあるじゃないですか、それでこの部屋の間取りの一例みたいなのがあって、これは 2DK ですかね、あの畳の部屋が2つあって、押入れがあって、お風呂場、3点ユニットですかね、いや、じゃあ、お風呂場とトイレが別ですね、そして玄関があって、玄関の隣に、あの、 なんだあの洗濯機置き場があると。でダイニングキッチンもある。もう結構いいですね。で、これがあの A と B と、まあ、これ A, A と B と2つありますね、A と B と。A と B とにそれぞれ、えー、11部屋かな。まあ、次のページで見てみましょう。ここのちっちゃい字が書いてあるところに書いてあるんですけど、これは、ね、見えないんでね、あのー、次のページでちょっと大きくします。でこの下の下方に、ね、元付け 不動産業者って書いてますけど、ここにこの物件は我が社が扱ってますから、必ず我が社を通してくださいねっていうあの不動産業者の名前が、あのー、書いてあるわけです。そしてこの下の方にね、なんかいろいろあの、えーこう、ここのとこですね、ここのとこ、B100 とかね、なんかいろいろ不動産業者じゃないとわからない一応、本が書いてあって、ちなみに B100 って書いてあったらバック100%、つまり広告料100%。 でまあ、これは賃貸の場合は1ヶ月分もらいますよとかね、まあ、あのこ,のここには確か、あここにはね、あの3%プラス6万円って書いてあるので、それがまあ手数料となって、まあ、あの紹介業者がいた場合は別れ、つまりあの客付業者と元付業者でそれぞれやりますよで、元付業者のところに行くとね、これが2つとも来て、両手になっておいしいですよという、でじゃあ、ここの中の情報を見ていきましょうね。さっきの この中の情報を拡大してみますと、まあ、マンション名がね、書いてあって、あの 1, 棟1棟売りマンション ×2 棟って書いてますね。で、JR 浜松、まあ、浜松、あの辺なのかと。で、A 棟が 2DK が12室で、B 棟が 2DK が9室と。で、6200万円ですよと。で、大体ここにね、あのー、 利回りいくらとか書いてあるんですけど、これ、満室想定家賃に対して、この6200万円がどういう位置づけなのかっていうのが利回りで書いてあったりするんですけど、この物件の場合書いてないですね。そして所在地が、えー、あって、ここにねあの、合計7筆って書いてますけど、これね、住所にはあの表,表示住所っていうのと地盤っていうのがあって、その当期の方は地盤っていうね、あのいわゆる我々がの年賀状とか書いてあるような、ああいう住所じゃないやつがそれぞれの。あの 筆、まあ、昔は筆で書いててこう、一つのつながり、一,人の一つの、ね、線の囲まりでできているところをこれ一筆って言ってるんですけど、それが7筆ありますよってで、建物名は何とかで、何々駅から徒歩何分みたいな、それでバスが、ね、徒歩1分のところに65メートルのところにありますよみたいな、でまあ、土地が何,何平米、何坪、それで鉄筋コンクリート像3階建て、A 棟が、ね、これだけ平米あって、B 棟が何平米あって、延べ床が何とかでってね。あの の延,べ延べ床っていうのはすべての階の、つまりまあ3階分の,、ね、その床の面積ってことになりますね。で、間取りは 2DK が21部屋あ、21室ですね。で、これはあの所有権。でここが権利が所有権じゃなかったら、例えばあの地土地は誰かが持ってて、その地代をその誰かに払い続けながら上、上物の建物の権利がありますよとかですね。まあ、大体所有権ですけどね。 所有権の物件を買ってくださいじゃないとねあの、その土地と建物が全部自分の権利になりませんので、だからこう売る時もねあも大変なわけですよ。で、次にあの、地目ってありますけれども、そのさっき言った7筆分の筆が、まあ、例えばここの筆は宅地だとか、ここの筆はあの、えー、雑出地だとかですね、公道だとかっていうふうに、まあ、だから公道の部分もこの筆の中に入ってるわけですね。 で、えー、ここ都市計画。これねあの、市街化調整区域っていう、ちょっとね、難しいの書いてますけど、えー、EDK で21室で2600万円。 えー、結構安いななんてね、これ安いかどうかでね、まあ、ちょっと簡単に計算してみると、まあ、2DK で浜松だったらね、まあ、駅から遠くてもまあ1部屋5万円くらいかなっざっくり、ざっくり5万円くらいかなで20平、1平、1めんどくさいから20室にすると、えー、2号10で、まあ、1か月100万円の家賃が入ってくるわけですね。1か月100万円の家賃ってことは、年間で1200万円の家賃が入ってくるわけです。ということは、ね、この時点で、えー、まあね、本当の、あの、 部屋のあれはわからないですけれども、まあ、あのそれが6200万円なわけですから、なんとなくリマーリア20%弱くらいなわけですよね。だから、1200万円がまあ6年くらいで6200万円ですね。まあ、もう6年だったらもうちょっといくか。ね、あのということは、まあ、あの28%とか、まあ、そんくらいな雰囲気が出てます。結構ね、あので築年数はいく,いくらなのってあなんか、昭和。 あ昭和62年ね。昭和62年ってことは、えー、っと1987年だから、まあ、30何年たってますなと、33年か、まあ、4年か、まあ、そんくらいたってますなと。で、えー、RC、鉄筋コンクリートの太陽燃産47年なんで、まだ、ね、10年くらい残ってると。だから10年以上は、まあ、ローンが組めるんじゃないのかななんて思いながら、えーまあ、見ていくとね、これ結構、ね、いいんじゃないのちょっと満室かどうかね、今空室ガラガラかどうか、この物件わからないですけれども、 へーって思ったら、この都市計画のところを見たら、市街化調整区域ってか、かああ、なるほど、だから安いのねって、これね、だから安いのねって分かんないのは別,、まあ、別にいいんですけれども、ね、ここは市街化区域か、市街化調整区域かだと思ってください。なあとなんかないのもあるんですけど、あの市街化区域っていうのはあの、ここに人々を住ませましょうっていう区域で、市街化調整区域っていうのは、調整区域って言いますけどここ、ここを市街化しちゃいけませんよ、区域。 だだと思ってください、ね、でも行けないわけじゃないんですけど、じゃないとね、そういうふうに決めないと、人がもうあちらこちらに散らばって住んで,住んでたら、その水道を引いたり、電気を通したり、もうめちゃくちゃ大変で、その,あの地方自治体がこう住民にサービスを提供できないわけです。だから皆さんこの、ね、この辺りに集まって住みましょう、それを計画してるのが、えー、市街化区域、そうじゃないのは市街化調整区域、調整っていうのは、ね、ちょっと調整して、ちょっとそこには、ね、住まないで言いてくださいみたいな、そんな感じです。 でそうすると、その市街化調整区域だと、この右にね、あの用途地域ってありますけど、これ、なしってなってますけど、これ、市街化区域だと、例えば第1州低層住宅とか、第2州とか、なんか工業地域とかなんかね、そのこの地域にはこういうものを建ててくださいっていう、とこんな高い建物建てないでくださいっていうなんとか地域っていうのがいっぱい設定されてるわけですよ。でもこれね、覚える必要ありません。 なんでかっていうと、この憲兵率と容積率って下に書いてあるのに、まあ、影響を及ぼしている、まあ、細かいのちっちゃいますよ、これ自分で建築するときはねこのと、この通りにいかなくて、細かい条例とか、あの日陰とかね、火を立てたら緩和されるとかね、なんかいろいろ細かい、もう、ね、専門家じゃないと絶対分かんないようなことが設定されてるんで、これ自分で覚える必要はありません。覚える必要はありませんが、市街化区域か市街化調整区域かくらいは覚えておいてください。ね、で、第1週とか第2週、低層住宅とかね、あのなんとか住居地域住居地域 とかっていうのはあの、宅地建物取引士の、えー、資格をと取るときくらいでいいです。で、取らないでいいです。で、私、ちなみにその資格持ってますけど、勉強しましたけど、別に覚えてません。ね、あのー、その都度、その土地、まあ、よっぽどね、あのー、あれだったらもう必要なんですけどそ、それも必要ないです。うん、ということで、まあ、用途地域、まあ、そういうのが書いてます。それでね、あのー、 まあ、あとはあの、どの建物が何年経ったとか、あの駐車場が何台あるとか、現状賃貸中だとか、これね、賃貸中って書いてなかったらやばいですね。だって21室あって、全部空室だってことですね、賃貸中じゃないってことは。こういうのを見てね、まあ、それぞれ書いてあること違いますので。でこ,こんな感じのことが書いてますけど、これ、毎速1枚1枚によって違います。あちなみに、ですねこういう紙のこと、毎速って言います、こういう紙のこと。 これはね、あの何の埋葬かっていうとね、ロうそクじゃないんですけれども、あの毎日速報センターかな、毎うん、昔はその毎日その住宅のこういう家のとかね、物件の情報をガン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 送ってくる、まあ、今もあるんですけれども、あの株式会社埋葬っていう名前になってあるんですけど、そ,のそういう会社があの毎日速報センター。 かなっていうので出してたこのなんかフォーマットっていうかあのフォーマットね全部違うんですけれども、まあ、そういうのでこういう情報のことそれからねみんな「埋葬」って呼ぶようになっちゃったから埋速ってよ呼んでるっていうね、まあ、そんな紙なんですけどこの埋葬見ると大体この1枚、まあ、大体 A4 です A41 枚で物件の情報がつかめるってやつですこれで大体つかんでくださいでその物件概要の中にはこの「地籍図」って書いてますけどこれがさっき言った住居表示じゃない地盤のやつですね であの各地の、ね、法務局あの各県にねそうだな、まあ、10個くらいあるのかなあのそれぞれ区域ごとにあの法務局っていうのがあってその法務局のところに申請窓口のところに行くとね青い本が置いてありますこれ通称青本って言われてブループリントなんて言われてますけどそのブループリントをバーってめくっていくとその法務局の管轄してる地域のこの地盤のやつが載っててこの地盤のこの一個一個の線ですねこの線で囲まれた区域これが国にとっての、えー、一つの 土地ってことになるわけです。だからこれがこ細かいところにねもう一番細かいのは電信柱1本分くらいの,あのところがこう1個の筆になってたりして実際にその現場に行くとねその電信柱1本分のところに杭がこう4つ刺さっててその,あの地表にね刺さってる杭がこれあの,の所有者の,その筆の境界線を表してるんですけどちゃんとなってるんですよね。でそういうふうにこの現実の土地とこの 地図の上での土地っていうのをこの筆で分けているこの囲い一つがひ一筆ですね。でここはこのちょっとわかんないですけどこの七筆分のところがあのその今回の売りに出されている対象の土地ってことになるわけです。これが地積図ですね。でこの地積図に基づいてまあ、これもね入ってたり入ってなかったりするんですけれども、えー、課税対象土地かや。<laughs> ね、あのそれぞれの土地に所有者に対して税金がかかるわけですなんどんな税金かかるんですかって、それはねあの、都市計画税っていうのと固定資産税っていうのが大体こうセットでかかってくるわけですね。それがそれぞれの土地に対していくらになっているのかとかね、それのための算出の基準はとか評価額はみたいなのがここに書いてます。だからここにあの上からね、えー、土地1234567って書いてあるじゃないですか。で、下にかやが、えー、14、15って書いてますね。 の土地に対して2つの家屋、ねえー、がありますよとだからさっきの A 棟と B 棟ですよね。で、その例えばここに、えー、このこのこの辺ですかね、21万27万ですかね、28万円くらい。だからこの A 棟に対しては28万円の、えー、都市計画税なり何なりが年間にかかってくる、まあ大体そんくらいの価値のある建物だってことですね。 もちろん、それを上回る収入が見込まれているわけなんですっていうのが、これあの、物件概要についてたりします。それとかね、あの実際にこれ、4万3000で今、あのこれ、ちょっとね、ホームズかアットホームか分かんないですけど、まあ、要はそういうインターネットにこういうふうに広告も載せてますよっていうのを、親切に書いてくれてるところもありますね。これ、もちろん、こういう資料はね、あのないところもあります。現在、リフォーム中で、RC で間取りは 2DK で41平米ですよ、ですね。敷金は3ヶ月分で、 礼金は0円ですよっていうような、ね、これ、資金三3ヶ月なんで、これはまともな大家ですね。まあ、大体3ヶ月分くらいね、払える賃借人の方じゃないと、入居するとね、これトラブルの元になってね、マイナスになるんですよ。ね、滞納したりね、もう大家さんはあの手間ばっか,かかっちゃってね、しょうがないみたいな。まあ、で、こういうふうに、今、現在、募集してますよ、何駅から何分ですよ、みたいなのがあの入ってたりしますと。そして、えー、あ これね、これは例えば A と、まあ、要は大家さんからのこの物件の情報の現状のなんかメモみたいなやつですね、こういうのね、入ってるの、はこれ、ほとんどないですけれども、入ってるとありがたいですね。まあ、例えばここだと A 棟が、まあ、なんか黒く塗ってますけれども、以上6室は想定外の問題なしと。だから、我々がそが売り主として想定している範囲内の問題は特に見当たらないようです。これ、だから現地に行かなくても、まあ、そういう情報を上げますよっていう親切な。 まああの物件概要ですねで大体ですね、これ、ついてません、一切、自分の目で確かめろで、自分が確かめきれなかったら、うどうしようもねで確かめたとしても、この値段で買えっていう、まあ、そんな感じですよね。で、まあ、その何々については、南国室については鍵がない、えー、探してくれる、これ、分あのオーナーがあの探してくれるっていうのを、その売り主の業者がこうメモをしたんでしょうね。で南国室については西側の部屋のみ雨漏りの痕跡あり。 これねあのプロが見れば、あの私が見たらこう部屋の中入った瞬間にこうあこ,こ、雨漏りの痕跡あるな、ね、ちょっとねあの壁紙が浮いてたりするんですよ。浮いてるっていうのは、そこの間にこう水がつーってきたっていう、でそれがあの空き部屋とかだと、ちょっと、ね、茶色い砂みたいなさっとこうついてたりするんですね。そしたら、ここ水っていうのは、ね、もうほんのちょっとの隙間で入ってきますから、あそれは雨漏りの痕跡あるなとかね、あと天井を見てちょっと、ね、色が、ここだけ色が変わってるみたいな、それねもう雨漏りですからね。 南国室、南国室以上に2部屋は想定外の問題なし、あこれね、B 棟の方ですね、空室の南国室、南国室はオーナー仕様。だから、オーナーさんはこう空室として扱いながらこう2部屋使ってますよっていう、でこれ、売買が成立すると、そのオーナーさんはどこかにあの行くんでしょうね。で、想定外の問題なしに何、なんとかについては過去に雨漏りがあったと、ヒアリング、ヒアリングって、これ、オーナーさんから聞いたよっていうのをあのメモに起こしていると。 えー、なんとかは2部屋とも雨漏りの痕跡ありと、ね、これ親切ですよね、ああ、そうなんだって、現地、ね、1部屋1部屋、全部見て回らなくてもいいですね、これね、あなた、の現地見に行くとき、全部見るんですよ、そして写真撮ってね、えー、これはこうだって,ってね、それが全部値引きの交渉材料になりますからね。 だから、この部屋をあの私の知ってる業者でやると、安くてもそうは、一部屋あの100万から、場合によってはもう,もう全部屋、全壁と床と取り替えて、この畳を全部取り替えると、フローリングに直すと、そのための費用が一部屋200万円、で、20部屋あるから4000万円、2 2万円でね、4000万円値引いてくださいなんていう交渉もあるわけですねね、まあ、ただねそこでやるとね。 もうあのオーナーさん絶対うんと言いませんからね。まあ、その辺のさじ加減もありますけれども、あとこれ、あ、言ましたね。それと浴室用のこう窓のクレセントがない、まあ、浴室の、まあ、クレセントってあのこの三角形のこうカチャカチャって,言ってあの鍵をかける、我々が通常あのガラスの鍵って呼んでるやつですね。あれ、クレセントっていうの三日月ってことで、あのこう三日月みたいですね。あのカチャカチャってかけるあの鍵、まあ、あれがないんでしょうね。えー、っていうような情報が載ってます。それとかですね、あのドアの高さが180度。 5, 5あのセンチだと、えーでないで、こういうのを分かってると、もうドア丸ごと工事しようとか言って、そのド,ドア屋さんに、えー、こ,うこの寸法のドアですけどってたら、まあ、大体もう型が決まってますんで、それで見積もりとかは取りやすいわけですね。で、部屋の鴨居の高さが床から178センチ、和室なんで鴨居があるんでしょうね。 そういうのが、まあ、言ってね、自分で一生懸命測らなくても、この物件の場合はすべての部屋が同じ間取りなんで、まあ、こういうふうにあの親切に書いてくれてて、まあ、見積もりとかやりやすくなってるで、過去の入居を旋してくれた業者は、何々不動産のみ、こんなのもね、書いてくれてるのもね、親切ですね、普通ありません、普通この情報はありません。自自分分でで、えー、調べたり、ね、自分で現地あの あの業者を雇って、業者さんに直してる最中に、その業者の棟梁とねあのコ,ーヒーあコーヒーどうですかとか言って、コーヒーでも渡しながらこう聞き出してねで、ところでこの辺の不動産屋はどうなんですかねとか言って、あんなに不動産のはどうでこうでとか言ってこう教えてくれるんですよ、ね。そういうふうにやって情報収集するんです。で、まあ、でもこれはね、なんかこういうふうにヒントが書いてあると。で、2人で住んでるのは、まあ、A とは南国のベトナム人の方と、B 棟は南国のなんとかさんだっていうのがこう書いてあるわけです。 あ2人で住んでるのい大体ね、この 2DK にしても、1DK にしても、1人で住むっていうのが前提の契約になってる場合が多いんですね。やっぱりあの複数住んでるとうるさいとかね、あの喧嘩したり、あのー、場合によってはね、あの2人で住むんだとか言って、あのー、喧嘩ばかれしてね、あの出てっちゃってすぐにあの退去になるとかですね、そういうのもあります。だ,だといっても、あの私の場合はね、全然気にしてないです。あのどうぞどうぞ2、3人住んでくださいってあの、その代わりに静かにしましょうねくらい。まあ、それは信頼できる、あのー 管理会社にお願いしてるからなんですけれども、でまあ、以上、2部屋のビあとはすべて単身者とかね、こういう情報が入ってるわけで,でこの時点では、何号室に何のタレベーさんがいつから住んでますっていうのが、 わかんないですいつからっていうのは、その一番最初に住みだした時とかですね、だってその、それってさ、あの個人的なオーナーと、その賃借人の契約の中身の細部を見るってことですよね。だって、またこの人買うかどうかわからないんで、それを見せたらね、個人情報もありまして、おお、やっぱりあそこに芸能人と誰々が住んでたんだとかってなってもね、あ,のー、あれなので、これ、誰が住んでるのかっていうのはわかんないわけです、まああのー。黒塗りになってたり、まあ、A さん、B さんって書いてあったり、も何も書いてなかったり、あのーまあ、名字だけ書いてあったりね。 そんな感じなんですけれども、であとねあ、これ親切ですね、家賃滞納者が2名いるんで、A 等は何々さん、何号室で40万円、20万円、B 等は20万円滞納してますよみたいなあ、そうなんだで、こういうのは確実に、ね、あの値引きの交渉材料になる。 なりますからねあのその分、あのこっちに申し訳て、その代わりこっちであの取り立てないといけないとかですね。取り立て、めんどくせえ。取り立て、やだ、怖い、もうこの物件見るのやだ、じゃないんですよ。つまり、そこで得られるデメリットよりも大きく値段を引いてもらえるんだったら、絶対そっちの方が得なんです、ね。雨漏りしてるから、うわー、怖いじゃないんですよね。その雨漏りが300万円に治るんだったら ね、300万円治るんだったら、600万円、この物件ね、雨漏りしてるんで、ちょっとね、600円値引きさせてください。まあ、こういう言い方じゃないですよ。もっといい言い方なんですけれども、そして600万円 OK になったら、もうその時点で300万円得したことになりますね。つまり、自分が労力を払えるところは払った方がいいわけです。そ,のそっちの方がトータルで、ね、300万円得した方が、その300万円を、えー、内装のリフォームに回せるじゃないですか。そしたらその物件の価値が上がりますよね。っていうふうに考えなきゃいけないんですよ。 なので、えー、こういう、ね、あの交渉材料になりそうなものは全部チャンスです。これをね、あのじゃあ、他の60万円あるんですか、じゃあ、60万円引いてくださいじゃなくて、いろいろね、交渉して、うん、それもうこっち上からいっちゃだめですよね、こっちお願いしてるんですから。どうぞどうぞ、あなたのような素晴らしいオーナー様が今までね、この物件を可愛がってくださったおかげで、賃借人の方々はもう幸せに住んでるんです私はその幸せに住んでるその方々の幸せをさらに加速したいので、 これくらいあの引いていただけると、賃借人の方も喜ぶし、まあ、あのよろしいんじゃないでしょうかって、まあ、そういう交渉になるわけです。かといってね、オーナーと直,直でできるあの話し合いっていうのも契約のその日しかありませんからね、それはあの元付業者が仲介して、その2人の話を聞きながら、うまく取りまとめてくれるようにしなきゃいけないです。だから、不動産の仲介業者の にあの気に入られて、あこの人のために働きたいな、澤さんのために働きたいな、澤さんが言っていることをぜひオーナーさんに伝えたいなって思ってもらわなきゃいけないわけです。そして澤さんだったら買うなっていうか、むしろ他の人に買ってもらえるより、この澤さんに買ってもらいたいって思わなきゃいけない。つまり、不動産仲介業者は私のお客さんなんです、クライアントなんです。ね あの間違っても、えー、買うの俺だ、お、ま、前、あうん、俺の中継、周回、えー、手数料でお前ら飯食ってんだろう、こんなね、あの考え方できませんよ。はい。でまあ、あとね、あの南国室、退去、ねえー、予定みたいなのありますけれども、はい。こういうような情報が入っている物件概要はまれですが、こういうのもあります。これ、親切ですね。だからこの不動産事業者はね、結構ね、頑張ってると思いますよ。で、えー、さらにね、物件概要続きますよ。 あの今回ね、ちょっと長いですけどね、これもう他の本とか不動産の本とかこんなもの、ね、あの説明しているところ、絶対ありませんからね、私、いろいろ見ましたけど、ここね、説明しているところないです。特に今から説明する、あの登記のとろね、説明しているところは一切ないので、ね、これ楽しみにしててください。ただ長いですよ、ちょっと待っててください。で、ただ、オーナーからのヒアリング、ね、オーナーさんから聞いたんでしょうね、えー、水抜きして清掃のみ、これね、多分ね、あのー、 水浸しになった部屋なのか、そのお風呂なのか、まあ、ちょっと、ね、分からないですけど、こういう情報があると、なんご質がどうだとかって分かるわけですねで、ポンプは5年以内に両方交換。おそらくです、ね、両方っていうのはこの2棟の上に、これ、おそらくですよ、2棟の上にその水槽がついてるんですよ。で、その水槽に1回溜めた、ね、ポンプで揚げた水を水槽の,その屋上からの圧力で各部屋に、えー、水道水を供給しているタイプの。 建物だと思われますね。で、そのためのポンプを5年以内に両方交換しなきゃいけないよっていう情報、つまりあなたが、あなたの修繕積立金でポンプ変えてねと。で、3階建ての、ね、ポンプ、ね、1個、まあ、安くても100万円はしますよ。ね、でざっくりこう2つで、なんだかんだね、業者の言った通りにしたら500万円くらい飛ぶかもしれません。そんくらいの感覚です。だからね、こうポンプとかね、あのーえー、エレベーターとかね、 こういうね、自分で直せない系の機械系のメンテナンスが必要なものっていうのは、私はない方がいいと思ってます。だからね、あの3階建てとか私嫌いですで。2階建てはね、もうそのままの水圧で上がってきたりしま,しますのでね。はい。で、ブロワーも2年以内交換。ね、ブロワーってね、まあ多分ね、あの空気、この送り出すようななんかあの機械があるんでしょうね。で、そのポンプの中の、おそらくその、 えー、その水をです、ね、ガシャガシャガシャ、ま、回してるんですよ、であのボウフラとか分かないようになってると思うんですけど、そういうような関連の機械のことをこの場合、ブロワーと呼んでるんじゃないかと、ね、そういうのもこれねあの、聞かないと分かんないですよで。あと内装業者からの指摘ってことで、もうね、はっきり言ってこの物件ね、ボロボロだと思うんですね、それかこれから入居の客,客付けをするにはきついと。 でおそらくもう空室がらがらが半分くらいなんじゃないかなと思いますけどね、あのそしたらもう内装を変えてき綺麗な、ね、あのリノベーション的なことをやらないともうお客さん入りませんよ。なので、えー、例えば浴室、バスタブ、タイル上張り、えー、床上張り、60万って書いてますけど、これは1つのお風呂の,あのユニットのところですね、えー、バスタブはまあ最近だと思う、これ、これ多分バスタブ丸ごと変えろってことだと思いますね。 築30年だからもう大体想像つきますよ、本当ちょっとひび入っちゃったりしてたりしてね、で壁と床っていうのは、あの、エビシートとかでね、こう貼ると結構ねあの、木目調の綺麗な感じのやつで、あの防水加工ができてね、あのもう本当ね、30年経ってると壁がボロボロになって、下の方は穴開いてたりするんですよ、そういうユニットバスって。その穴開いてるところの上からさらに貼ってね、えー、まあパテを入れたりして、まあ、要は新品の,その箱に。 変えちゃうことでできるんですねこれ,でこれは結構安いです、60万円っていうのはあのー。じゃなくて、もう丸ごとそのユニット変えてくださいって言ったら、もう大体150万円くらいしますからね。で、家賃5万円のところで150万円か、ね、お風呂だけでかけたら、ね、何ヶ月間ただで済ませてるんですかでも計算してみると分かりますけどね、あの2年くらいただで済ませて、なんかなーって思いますけれども、ま、まあ、お風呂がそんな状態なんでしょう。 だから、ね、あとはね、あのキッチン、シート、張りで対応、ねキッチンもねこれ丸、ね、ごと変えたくなるんですよ、もうね30年も経ってたら、そりゃそうですよね。でもそこはキッチンはそのままですの、の壁のところはね多分ね、結構燃えたり溶けたりしてるんですよ、私もね。まあ、これ分かりませんよ、全部の部屋じゃないかもしれませんよ。だいたい火とか出て、なんかね壁が黒くなっているとかこう、本当ね、溶けてたりするんですよ、なんかあの壁の樹脂のところがで。そういうところはシートで対応って、まあ、そんな意味じゃないかなと思いますけれども。で和服 和室ですね、えー、西側はあここにね、間取り図がありますけれども、西側、まあ多分こっちなんでしょうね、こっち、えー、こ西側はキッチンとこうつながり、これレベル0がベター、まあ多分段差があるんでしょうね、和室のところでポコって高くなってるんで、これが使いづらいんでしょうね、多分この部屋の大きさだとこうねダイニングにまあテーブルも置けないでしょうし。でぜ でそういうふうにして、そのこっちは和室に、和室を、ね、やめて洋室にした方がいいんじゃねえのかとで、奥はクロスに張り替え、まあ多分ね、あの和室なんで、もうこう触るとボロボロボロって落ちる、なんか昔のあの泥みたいなあの,のが、ね、あの壁に貼ってあるんでしょうね、まあなんです。だからクロスに張り替えて、で東側の押し入れ、まあ、これでいうとこう、この辺ですかね、こ,この辺の押し入れは床、まあのまと押し入れがあるみたいですけどね。あのこう 観音開きのやつにした方がいいですよとか、要はこれは多分現地を見に行った、あのーそのえー、内装業者、ね、書いてますけれども、がいアドバイスしたのを親切に書ててくれてるんですよだってね、えー、こうんじゃあ分かった、金払うからやってって言った時にに、ね、この通りになったらいいじゃないですか、でこの通りになれば、分あのこの周辺の関係でまあいい感じになりますよ、つまり入居者が決まるような部屋になりますよ、ただ、今のままじゃ決まりませんよっていう、これね、アンにメッセージなんですね。 でトイレは古いので交換するも交換しちゃいましょう。ね、で壁は全ては床と壁はすべて張り替え。ね、相当もうなんか、ね、イメージ分かりますね。まあ、大昔のもう、ね、入った瞬間に分かるんですよ。入居者がうわ、これもうこの部屋にしないっていうのが分かるんですよ。でそれは連れて行った不動産業者も分かるんです。こど行かなくても分かるんです。この部屋、ね、どうせ連れて行っても決まんねえから行かねえ、連れて行かねえで。決まんない部屋には連れて行かないですかね。だって時間の無駄ですから。 ね、一生懸命、ね、連れてって、その1日に2部屋くらいしか連れていけませんよ。で、連れて行って、ね、うわーってー、この部屋ありませんねって言っても、なんか10秒でもう帰る気満々みたいなところに連れて行きたいですか、あなた不動産業者だったら。だからもうこれ、ね、一発で決まれるところにしか連れて行かないんです。で、そのためには最低限このくらいしてくださいねっていうのが、結構、まあ、あの丁寧に書いてますね。 あとコンセントも1箇所しかないから、各部屋につけてください、エアコン用のやつつけてくださいとか、あのブレーカーを、ね、本当親切ですよね、これ、初めての人じゃ絶対分かんないですよね。でも,も、私も自分の物件、コンセントね、トイレにコンセントがなかったんで、トイレにコンセント全部つけました、全部屋。屋、えー。それはあの入居してるところにもすいませんっつって、あの今から工事ますって、まあ、その1時間くらいなんですよ。で、そうするとトイレにね、ウォシュレットみたいなのつけられるじゃないですか。 そういうのもありますが、この、ね、物件の場合にはコンセント数が明らかに足りないと、まあ、そういうことなんでしょうね。で、あとの洗濯機をアジャスターで対応、まあ、洗濯機、最近カチッとはめるやつがありますけど、こうカチッとはまらないね、30年前だと本当にただ蛇口が出てるみたいな、そんなのもあったりして、それをこうギュキギュキュってこの外して、ね、やると、たぶんカチッてつくやつになるんでしょうね。まあ、ここはそんな問題じゃないです。で屋上、ねこれあの マンンション3階で屋上があるんですけど、屋上から水が漏れてるから守りしてるんですよ。で屋上は、ね、もう日光がカンカンに出て,って、ね、こうちょっと溶けてきたりして、ね、もうこれは、ね、補修ではなく、張り替えがベタっていう、まあ、そういうプロの見解なんでしょうねで。これらを全部やるとどうなるのかと。でここがに業者の見積もりがすでにあって、これね、ちっちゃいですけど、読むと、ね、業者の原価の見積もりですと。 分あのーまあ多分あのー、この会社に任せるとこの原価近くでやってくれますよただ各部屋ごとにねこれ状況が違うんで各部屋ごとにその金額は前後しますよっていうねそれで親切にねこれね、まあ、細かく書いてますけど2個3つ。あのー 書いてます、ね、167万7000円っていう見積もりと、もう1個、相見積もりを取ったんでしょうね。相見積もりっていうのは、複数の業者に同じ見積もりを取るってことですね。そしたらまあもう1つの方176万円だったんでしょうね。だからまあ大体170万円くらい、あれを全部やるとなりますよ、1部屋ごとってことなんです。ね、ああ、じゃあ結構ね、これ、厳しい物件なんだってね、なんか今、思っちゃいましたね。 いや物件絶対買わらないって今思いましたね。今思いましたね。でもですね、こういう物件こそチャンスがあるし、だからこそね、ねあの利回りがなんか最初から20%くらいあったんですよ。えー、ねこれあの6200万円、万円分かんないですけど、さっき、ね、計算したら利回り18%くらいかなって言ってたじゃないですか。で、市街化調整区域でねあの再建築が不可能なのこと,とか、それはねあの業者に聞いてください。 えー、で,でこういう物件、じゃあこの物件、ね、物件概要分かった、まだ概要ですよ、これ。はい、レントロール来ました。ねこれ、あのロールってもう表になってますね、ロールっていうのは縦にぶわーって伸びていくやつがあのロールですけど、あこの物件ね、さっきの物件のこれレントロールとは違いますね、これ別の物件のレントロールです。でも別にいいですあの同じじゃなくても。あのーまあのま 101号室から107号室とあと201号室から207号室までそれぞれ 1K のロフトで 1, 平あの1部屋20平米くらいですねでロフトが6平米あるロフトっていうのはそのその部屋の中の,そのにちょっとしたこう2階みたいなのがあって、まあ、あの建築法上2階にはならないんですけれどもその確か140センチ以内かなくらいの,その高さの ちょっと寝る場所とか物置みたいな、そういうのを作ってもいいよみたいなのがあって、それを建築の,その面積に入れませんよみたいなのがあって、それがロフトっていうふうに言われてます。だから、このロフトのところでね寝て、下の方で生活するっていうのは、それがまあこの20平米の過ごし方ですね。で家賃が大体見てください。えー、この大体ばーっと見ると、4万3500円ですね。で、4万3500円のところには、その契約開始日。 近日予定って書いてますねこれ近日予定近日予定って予定ことはこれ入居者がいないってことですね。つまり、逐次募集していきますよーっていう。で、大体ね、あのお客さんが入ったら空き部屋を回収して、お客さんに貸せるようにして、回収っていうかね、あの綺麗にして掃除してあの、壁紙張り替えたりね、あの所要の手直しをして。 で、また募集出してっていう、こう、順々にやっていくんです。一気にね、やっちゃうとね、こう空室があって、いっぱい募集してるとね、あのまあ、プレミア感もないですし、あのあこの物件あの、あんまり人気なんだ、もうほぼ,ほぼ満室なんだってねあの、借りてる人からは何室埋まってるのかっていうのは分かりませんので、あの募集あの、この部屋見たいんですっていう人から。で、この物件の場合は、その201号室以外は、あの補修済み。 で、まあ、大体半分くらいですかね。えー、2の4の6の七うん、ちょうど半分ですね。7部屋あの入居者がいるみたいなので、空室率50%ということになります。で、見てください。これね、ここからが面白いんですよ、これ。ここからが面白い。ね、お客さんがいるところはこれいくらですか ?4 万3500円ですよね。上から見ていくと。そうやって4万7000の部屋があると。でも、 3万 2, 円の部屋もありますよねでも、大体はお客さんがいるところは4万3500円になってるわけですね。これ見て何が分かるのかっていうと、これね、全部じゃないんですけれども、この3万2500円のところは、これ値引き交渉が入ったんですね。つまり、万 3, 3万2000円だったらや、ね、1万円引いてくれたらあの入居するよみたいなのがあって、そこでオーナーがうんって言ったんです。 でうんって言ったからこの人入ったんですね。じゃあ、いつこれ入ってきたんですかっていうとね、これはね、最初じゃないんですね。おそらく、一番最初に大昔から住んでいるのは、えー、103号室の4万7400円のお客さんですね。この人は、えー、契約時期が令和2年の2月ってなってますけど、これ、更新ですね。その前からずっと住んでた。もうこの,この、ね、建物の主みたいな人ですよ。 でそれが2月に更新した、そして4万3500円のところはあの、おそらく、おそらくですよあの、フリーレント、つまり3ヶ月間無料とか、そういうのをつけて一気に募集をかけて、えー、この4万3500円という値段でやったと。でも、それでもうね、あのお客さんもこれ以上入ってきません。もしくは、回収が、部屋の回収が、ポロ物件の回収が終わってません。でそれが えー、今、終わりました。だから、今、4万円で募集中です、みたいな。そういう物件ですね。でも、20平米で4万円ってことは、これ結構ね、都心に近いところか、まあまあいいところのような気がしますね。ちょっとね、これ、築年とかもわからないですけれども。で、その4万3500円のところの日付を見てください、上から順番に。そうすると、令和2年の9月とか、えー、令和2年の10月とか、 そんな感じですよね。えー、令和2年の7月とかですかね。だからこの辺にその募集をやってで、その3万2千円のやつは令和2年の2月ですよね。令和2年の2月ってことは、このくらいからちょっと満室にしなきゃやべえんじゃねえかって、とりあえず1人入れようって言って、その1万円の値引き交渉に応じたっていう、そういう状況ですね。それで主の方は、これ更新ではるか昔から4万7千円で住んでいると。で、昔ね、この4万7400円の、えー、103号室の方は、 見てください。教育費が4000円ですね。だからこの物件は昔は、教育費が4000円だったんだな。あちなみに、106号室のこの値引き交渉に応じた人も4000円ですね。だからそれまで4000円でやってたけど、えー、家賃を下げて、教育費を4500円に上げる作戦に、おそらくこの令和の2年の2月以降、えー、切り替えて、えー、売り出した。それでこの物件ね、本当は満室にしてから売り出したかったんだけど、 ね、まだ空室率50%の段階でもう売りに出したっていうそういう状況ですね。はい、っていうのが、ね、この,あの契約年月日とこの家賃と教育費とかをねこうやってぐーって見たりするだけで、あのー、見えてくるわけです。あなるほどこの人はじゃあ令和2年2月頃に売ろうと思ったんだな売ろうと思い始めたんだな。 で満室にしてから、ね、フリーレントとかいっぱいつけて、あの満室にしてから売りに出したかったんだけど、まあ、途中で売りに出した、今売りに出したんだなということは、早く売れてほしいんだなとかね、そういうのが見えてくるんです。これねね結局ね全て人間心理ですから オーナーの目線で見てください、すべてのデータを、ね。買う側の目線でね、えー、ま,あまだ半分しか入ってないのかとかね、そんなの見なくていいんです、そんなの見れば一瞬で分かります、ね。オーナーが一体何を考えて、何を欲しがってて、この人はどういうことを考えた、どういう生活の人なのか、そこを読むことによって、場合によっては1000万円安くなるかもしれません。 交渉が有利になっていくわけです。交渉っていうよりもね、相手の望んでるものを提供するってことなんですよ、こっちが。ね、相手がお金が欲しいから、早く欲しいから、じゃあ早くっていうのを、私がその一番早く買ってくれる人だったら、ね、私の言うことを聞いてくれるわけですね。例えば、ね、私もすぐ買います。すぐ買うんですが、ね、今、銀行交渉中です。でも、この値段がね、1部屋のこの回収費が、ね、この値段が。 あなたのおっしゃる値段で買った上に回収費がかかるんだったら私は買えませんと、ね、根拠はこうでこうでそうすると今住んでる人たちも幸せですしあなたの愛した物件はさらに良くなって受け継がれていくんですっていうねそういうストーリーを作って、まあ、手紙っていうかねあの、まあ、書くんですその買い付け証明ねこれどんなに説明してもそれを聞いた不動産仲介業者は覚えられませんし 仲、ね、介業者めんどくさいから説明してくれませんからね、ちゃんとあの文書にしたらためて、これをね、見、ね、それを仲介業者が渡さないかもしれないですからね、このどんなに一生懸命書いた手紙も、だからその絶対見なきゃいけない、あの買い付け証明のところに書くんです。まあまあ、それをね、また次の回であの説明しますけど、ちょっとね、脱線しましたけども、これがレントロール。レントロールを見て、さっき私が言ったことくらいが、すぐに分析できるようにならないと。 まあダメですね、まあ、ダメっていうか、飼、あのー、い主の気持ちが分かってないです。飼い主の気持ちなんか分かんねえよーじゃないんですよ。分かりましょう、ね。でもさっき言ったような説明聞いたら、おお、確かになって思うじゃないですか。で、それ以外にねあの、あるところからいきなり賃料が下がっていったり、あるところから賃料が上がっていったりで、賃料上がっていったら大体フリーレントですからね。で、満室にもね、例外なく、オーナーは満室にして売りたいんです。なぜか。満室の方が高く売れるからですよね。 空室、ボロボロ物件、満室の方が高く売れますよね。なんでですか欲しい人がたくさんいるからです。実際の価値は変わらないその物件の実際の価値は変わらないというか、まあ、低いから安くなるんじゃないんです。その物件の稼ぐ能力は変わらないんですけれども、今はそこに、まだ治ってない部屋に投資が必要なんですよね。で、その全部の部屋が、まあ、すごいいい状態になったら満室になる。 うん、なるって言えんのかっていうね、私あの、別の回で、このうん、満室になるこういろんなリストをね、こういう、要はその地域にない物件を提供したら満室になるんです、だってそこに住みたい人がいるんですから。っていうことを、つまり価値を提供するのに、それ、そのどんだけ安く買うのかによって、より大き,大きい価値が提供できますよね。 あの次のお客さんに。で、その新しく買う方がもうすでにその物件から十分な利益を回収し終わっている場合もあるんです。その場合は安く買えるわけです。ね、あのもうそれはもう最初の,あの安く買える2つの条件で言いましたけれども。はい、ということで、エントロール、そのくらい読み込んでいきましょう。ぱーって見ただけでね、だいたい心が見えます。はい、じゃあ、いきました。今回、長いって言いましたけどね、これこそが本当のこの回の コア、ね、一番美味しくて甘いところ、ね、みんな知らない、これを知りたい。はい、登記簿登本。登記簿登本、こんな感じのやつです。こんな感じの。このね、今黒く塗ってるところはね、いろいろ書いてあるからねあの、消してますけれども、これ、最後、次のページであのあのアップにしてね、やりますけれども、登記簿登本というのは3つの部分でできてます。ね、一番上のこの表大部。 この表題はこの登記模はあのどこの土地の何筆の,あの一筆の何,何一番っていうところのえどのくらいの大きさでみたいなね書いてます。この表したそのまあ土地だったらそうだし、表題部にはあの建物とその建物の概要が書いてますね。で次の部分が権利部、工区っていうのとその下の方にね、ここにはないですけどあ、のあのちょうど出てきますけど、権利部、おつくっていうのてある。 ね、だから、こう、おつなわけです。で、こには何が書いてるかっていうと、この土地の、まあ、土地だったり、建物の所有権に関して書いてます。で、おつくには所有権以外の権利が書いてます。以外の権利って何なんだよってうんじゃね、ちょっと見ていきましょうね。はい、じゃあさっきのこの表示部のところを見ると、えー、こう何月何日にね書き直されたるとか、えー、不動産番号だとかね、えー、こう面積だとか、あのー、まあそういうのが書いてます。まあ、ほとんど見ません。 でまあ、このね、えー、権利部、工区も、まあ、見てもいいですけど、まあ、所有権がね、ここで言うと、平成の1月いやじゃない、平成1年の8月に、えー、共同所有者の,、ね、この A さんと B さんっていうのがいて、A さんが5分の4の権利で、B さんが5分の1の権利を登記しましたよって、あそうなんだ ね、お昔のことだなーって言って、でまあ、次はね、あのなんか法律改正によってこう書き直して転記しましたみたいな、そんな感じですけれども、で次、この2番、ね、平成13年4月に、この C 株式会社が買いましたよ。まあ、所有権がね、この A さん、B さんから移ったんですね。で、次に平成19年に、えー、これがまたあのあ、この C 社の本店が移動したので、その住所のがこう変わったんですね。まあ、そんなどうででもいいとで 3番のところに、えー、平成19年にまた D 株式会社がこれを買ったわけですね。D 株式会社の所有権になったわけです。で平成20年に、これもうほとんどね、1年くらいしか経ってませんね。1年、平成20年に、あのー、この E さんが今度買ったわけですね。で、今は多分この E さんの持ち物だっていうのがこれは所有権なんです。でもね、所有権はね、まあの後でね、次のやつ見ればすぐ分かりますね。ここからが大切ね。 権利部をつくここにこの物件がいくらまで値、ね、下がりするのか、する可能性があるのかっていうのが書いてあるわけです。じゃあそこを見ていきましょう。ここ,、ね、こ,こ長いですよ、ね。でも長いけど、これね、あのいっぱいはいろんなパターンの登記簿がある中で、まあまあね、これねあの,その,この土地のね、これね、土地の権利登記簿等法なんですよ。 えー、土地が7府で、だからこれとほ,とほぼ同じやつが 7, 枚7つありますで。それプラス、あまあ、一番最初の物件だったらね、あこの物件ねあの、一番最初の物件じゃないね、たぶ、ねうんね。別の物件です。すみません。<laughs> あのー、で、まあ、土地があって、土地が何府であって、それで建物が何府であるって、そ,そ,のそれごとにこの登記簿がありますからね。じゃあいきますよ。平成5年にこの人。 7500万円の値定当権をつけて、まあ、A さんの土地でしたよね。A さんの関連会社が債務者となって、千葉工業銀行ですかね、から7500万円の融資を受けています。で、こっちもまたね、あの平成8年3年後ですね、3年後に2500万円の融資をこの A さんの関連会社が、えー、また別のところからですね、受けています。だからね、この土地、建物を担保に、 これね抵当権と値当権っというのがあって、まあ、根抵当権ってね言ったりもするんですけれども、まあ、根っこの根っていうのがついてるかついてないかですけどまあ、ね、はっきりと覚えなくてもいいですけど、まあ、雑学として抵当権っていうのはその物件の売買に関する借財の抵当、えー、ですよと、まあ、つまり抵当っていうのはあのそのお金が払えなくなったらその この場合だと銀行ですよね銀行がその定当権を持ってますね銀行がこの土地を強制的に売却して、損を取り返すことができますよっていうのが定当権なんですけど、それがこの土地に関する借財だけに関してのが定当権で、根定当権の根っこの根がついた場合には、えーと、例えばその事業でね、その関係ない、この土地の借財と関係ないものに対して、えーあの 借金をその物件を担保にできますよっていう、まあ、根っこまでね、こう深いところまであの <laughs> 借金の担保にできますよって、まあ、そんなようなイメージだと思ってください。で、まあ、だからこの人、はおそらく A さんの関連、A さん、B さんは、ね、A さんの関連会社、事業をやってて、まあ、ここで少なくともこの1億円の借金をこの土地を担保にやってるってことですね。で、さらにこの、ねね、番号が1番、その1番2番でついてますけど、その下行きましょう。 そしたらね、こう3番、で、ここでさらにね、平成8年にまた2400万円、別の,え、まああの会社からですね、この定等権こうつけて、これね、もう3つついてますね。第3定等権までつけて、2400万円、さらにこの A3 関連会社借りてますね。で、えー、余白、ここでまたなんか転機かなんかして、えー、次4番、4番、5番、6番、ここで、えー、いきなりね、解除っていうのが出てます。一万抵当権二万抵当権三万抵当権解除。つまり、 その借金を返済しましたよっていうのが、この平成13年4月22日。だから、この土地にその定当権はもうないですよってことですね。じゃあ、なんでなくなったんですかっていうと、同じ日付で平成13年4月20日に7番の新たな定当権が設定されている。ということはどういうことかっていうと、C、株式会社 C が7500万円の定当権を。 えこれはち、まあ、また同じく千葉工業銀行ですね。千葉工業銀行から7500万円借りたという提供権がこの建物と、うん、かどっちか、このとこ,こに設定されたわけですね。ああ、なるほどし、じゃあ C さんがこれいくらで買ったか分からないですよ。1億3000万円で,1億円で買って、2500万円の現金、頭金を払って、7500万円の借金をこの千葉工業銀行からしたのかもしれません。まあ、いずれにせよ、まあ、その この借金の金額を上回る金額、一億円かもしれませんけど、それが A さんに行って、所有権が一定にしたってことですね。で、そのお金を持って A さんは借金を全部返済したんでしょうね。だから、定当権が外れたってことになるわけです。えー、これ何の事業なんですかね、面白いですよね。そして、ね、8番、8番にまた平成19年にその定当権が。 さっきつけた7500万円の定当権が外れたわけです。で、それと同日付けで、今度また8800万円の、ね、これはね、定当権じゃないですね。定当権ですね、えー。あ、うん、定等券、いや、これ、値定当権だな、多分な。あの、この株式会社、東日本銀行から、この D 株式会社が8800万円借りて、 8800万円借りたので、いくらで買ったのかわからないですよ、ね。でもね、大体この平成20年くらいだと、まあ、1割がまあ500万円から1000万円くらいかなみたいなんで、まあ、多分ね、切りよく1億円くらいで1200万円くらい、頭金を入れたのかななんて勝手に、これはわかんないです。ね、思って、えー、またこのね、の所有権が D 株式会社に移ったわけです。そして、まだ終わりません。10、で10にまたね、この9番抵当権が消えてるわけですよ。 ね、解除って言って、ね、解除されました。でそれいつですか平成20年、ちょっと待ってください、これ。ね、平成19年に、ね、この D 株式会社が買った後に、平成20年に、つまり1年後に、次の人が買ってるわけです。でしかも、その次の人、これね、返済金額が4000万円なんですね。で、あのここ。 金利が4.5%って書いてますね。この時期、平成20年で金利4%って言ったら、ピーンときました、ほら、ね、この E さんという人が買ったんですけれども、ね、損害賃金14%で、あの駿河銀行株式会社から4000万円借金して買ってる。ということはですね、まあ、大体このくらいはね、あの駿河銀行スキーム、頭金1割だったと思いますので、大体4400万円で売買したんじゃないのかなって。 なんんか思っちゃうんですねへ前の会社ね、D 株式会社を8800万円は借金して、おそらく1億円くらいで買ったんでしょうと、ただね、まあ、うまくいかなかったのか、ちょっとね、早急に資金が必要になったのか、これ、4400万円かね、まあ、もっと頭金入れてるかもしれません、でもね、駿河銀行で4.5%で組む、この E さんはこれ一般人ですよね。一般のサラリーマンかどうか分かんないですけど、まあ、サラリーマンだと思いましょう。 ね、スキーム。で、4.5%ってまあまあ高いんですけど、それをボーンってかこの RC に貸すっていうこのスキーム。これね、頭金をそんなに入れないでもいいから、駿河から借りるっていうのが定番なんですよ。駿河で4.5%で借りて、これ半分もね、8800万円のうち、まあ、4800万円頭金で入れてっていうのは、これ考えにくいんですね。考えにくいので、これをおそらく。 4400万円くらいで買ってますなんでですかなんでそんなに安く買えるんですかこの人、すごい得しましたね。得したんです、多分だって、あのまあ、この物件ね、どんだけ収益が上がるか分かんないですけど、さっきの物件と違いますんでね、あの少なくとも前の年にこの会社が8800円なんで買ったものを、ね、この人4400万で買ってるわけですよ。これ何が起こったかってね。 この人、相場よりも4000万円安く買ったって言ってもいいですよね。この会社がおそらく、これ分かんないですよ。分かんないですけど、どうしても今すぐ資金が欲しくなったんでしょうね。だから、もうこれ4000万円でいいや、もうこんなの管理しなのめんどくせえわ !4000 万円今欲しいんだ、会社が潰れるんだってね、今売りたい。ね、物件が安く買える条件2つでしたね。1つは えー、自分以外に競争相手がいない。だって自分以外にね、いたらその人がその値段で買っていくわけですから。で、自分が最安値で買える値,値引き交渉ができるっていうのは自分以外に競争相手がいないんです。つまり自分しかその物件買う人がいない。それでいて、かつ相手が売り急いで、これは売り急いでますよね、おそらく。なので、売り急いでたら4000万円安く買えたというふうに見ることもできます。これ事実かどうかわかんないですよ。ただ、登記簿を読むと、 この人が本当に8000、ね、万円、頭金4000万円入れてないっていう、これ分かりませんよ。なぜならば、ここには借財の金額しかないですからね。でも、4.5%の駿河スキームで、ね、頭金四4000万円入れたっていうこれなかなか、ね、考えられない。そんなに入れるんだったら、もっと安い他の銀行から借りてるはずです。ね、まあまあまあ、だから大体4400万円で買ったっていうのはこれね、もう見えちゃうんですね。で ここで何が起こったか、平成30年、この人10年間持ちました、平成20年に4000円前の借金して、平成30年に借金の借り換えをしてます、これは何なのかというと、これ、駿河スキームがね、崩壊して、もう駿河から借りませんよというお客さんがいっぱい出てきて、借り換えますよという他の銀行がいっぱい出てきて、この場合だと株式会社、武蔵野銀行が、その駿河のやつを、 うんまあ、ここね、金、えー、に書いてませんけれども、あの借り換えしたわけです。その時の借り換え金額が3080万円。つまり、この方は10年間で、えー、1000万円の返済をしたということなんですね。ということは、ざっくりこの人、35年ローンですね。35年ローンの4.5%で4000万円を借りて、えーまあ、繰り上げ返済とかせずに、えー、10年間約1000万円の、えー そのローンを減らした、それを平成30年に借り換えた。で、今はまあ平成32、2, 3年なんですかね。まあだからこの方は今も持ってらっしゃるんでしょう、この物件を。しかし、この物件は今、売りに出されているということなんです。つまり、この方はですね、もう十分に元を取っているっていうのがここから見れますね。しかも、この方、 借金が少なくとも3080万円、そしてそこから2、3年、3、4年経っているので、この借財は2800万から2700万くらいになっている。つまり、この物件は、まあ、ほとんどないですけど、2700万円でも売ってもらえる可能性がゼロではない、あるってことなんです。もしこれが、ねえー、3000万円の借金があったら、2700万円って言っても絶対売りませんよね。だって ね、そしたら自分が300万円払って、払銀行に払って、ようやくえ辻褄が合うような金額で第三者に売るってことになるんですよね。そんなことも絶対ありません。自分が手出しして、この物件、早く売りたい。だからその、この物件の買える最低金額っていうのは、ここに書いてある借財の金額になります。で、ここに、抵当権がないって書いてあったら、現金一括で買ったってことです。ね、だって、抵当権がついてないってことですから。 でね、今だと、定当権とか、ね、定等権とかの配偶者居住権とかね、その他の権利がいっぱいここに、ね、あるんだったら書いてあるわけです。だって、これが書いてなかったら、あなた、この物件、土地を買う決心つきますか買った後に知らねえ権利がついてたよえ、俺が払うのだって、そのね、マイナスもプラスも両方の権利をまとめて買うのが所有権ですからね。なので、ここにはすべての権利が書かれています。だからこの コークおつくのおつくが重要なんですね。おつく。もうね、金に何パーセントで何年にどこどこから借りたってね、これ何々スキーマーだとかね、もう全部分かっちゃうんです。そして今、ね、こうやって逆算すれば、ね、あの時にこれだけあって、これ35年の、まあ20年ローンかもしれませんよ。ね、20年ローンだったらいくらまで減ってるはずだ。35年ローンだったらいくらまで入ってるはずだ。これね、計算できます。できないっていう人は。 ね、あなた、真面目にやる気ありませんからね、だってエクセルでねあの、計算すればできるんですから、ね、1個式作って、自分で、えー、み見るようにしてください。いくら、エクセルでやんなくたってね、携帯にあのローン逆算計算表みたいな、そんなアプリいっぱいありますから、そんなの入れないでね、どうやって計算するんですかなんてね、聞かないでくださいよ。で、自分で計算して、あのなのあの35年ローンか、20年ローンかは分かりません。 場合によっては事業で7年ローンかもしれません。まあ、大体それは、ね、あの雰囲気、あの値段とその事業者みたいなので、ね、なんとなく分かりますけどね、ただ確信を持っては言えないので、まあ、ざっくり20年とか30年とかで計算すればいいと思います。そうすると、あ今、ね、いくらくらいまで残災が減ってきているということはここまで差し値しても大丈夫だ、大丈夫だというだけであってその人がそれで売るかどうか分かりません売るかどうかはそうです、その人が売り急いでいるかどうかですね。 だってさっき売り急いでたら4000万損してもさ、ね、もう売っちゃってたじゃない。そういうことなんです。つまり、その物件の価値じゃないんですね。もう、運と言っても過言じゃない。じゃあ、その運はどうやって使うのか。下手な鉄砲ほど数打ち当たる。なぜならば。相手が売り急いでるかどうかは、こちらから見えないからです。分からないんです。予測できないんです。この物件、自分以外誰も共済していないかっていうのはもう雰囲気で分かります。ね、その業者とのやり取りとか、あのそういうので分かります。 分か,り分かるってどうやってわ分かるんですかってねあの、何件もやってください。それ何件もやってない人の,の、ね、質問です。で、何件もやって、それが分かるようになってないとしたら、あなたは経験が足りないので、その経験の足りないものに何億円もつぎ込まないでください。やらないでください。それが分かるようになって、分かるようになるまでやってください。それが宿題1です。ね、宿題1でこうリストアップしたやつにこうやっていくわけですね。さて、そろそろね、あの、まあ、 宿題2の準備が整ってきたようですねこの説明を聞いてから宿題に取り掛かりましょう宿題にはねもっと面白いですよねこのように何か一つコツを聞いたからってすぐに手に入るわけじゃないんです自分でどんどん成長していろんな本を読んでね私の講座だけ見て買う人いないですよね 私の講座を見ながら、今まで勉強した本とか、いっぱい読んで、勉強してくださいよ。ね。ういやいや、沢さん言ってなかったから。じゃないんです。あなたの人生なんです。本を読んで、ね、本に当たり前に書いてあるようなこと、私言ってませんからね。ね、この時ものことを言ってる人とかね、ほとんどいないので、あれですけれども。はい、じゃあ、おさらいですよ。ね、物件の探し方。 上流、中流、下流、中流の情報でどんどんあのメーリングリストを貯める、自分の仲間を増やす仲間って誰ですかそうです、不動産仲介業者です。ね、仲介業者はね、あのー、安いレストランに行ってね、あの上、ー、タの方にね、頼むようなね、欧米な態度でやっちゃいけませんよ、私ね、そういう方に欧米な態度を取る人も嫌いですけれども。 本当にありがとうございますもう、ね。自分以外の全員に感謝してください。本当にありがとうございます。もうですが下手に出る必要はありませんけれども、ね、本当に感謝してください。なぜなら私のために動いてくださるからです。その動いてくれる営業マンを何人も何人も、その会社の数だけ、ね。この地域のこの会社、この地域のこの会社、この地域のこういう物件を使っているこの会社って大体 AI ありますんでね。 でそのエリアのメーリングリストーリーにあってえ、自分の営業マンを増やしてください。そしてその営業マンから最新の情報をもらう、そしてえ物件概要を手に入れる、物件概要、レントロール、登記簿登本、登記簿登本は、ね、送ってこないんです。なぜならば、さっき言ったような情報、誰にでも無いさなくバンバンメールで流している業者がいたらどうですか、気持ち悪くないですか。ね何のタレベのオーナーのオーナー誰だって分かっちゃいましたよね。 委員さんでは隠してましたけど、何のタレベーさんがいくらで何年何月にどこどこ銀行から借りた、そして何年経ってて今、残債がいくらあるってこう分かっちゃうその資料、誰でも彼でも構わず、バン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 流している不動産業者がいたらどうですか嫌じゃないですかでもね、それ誰でも見れるんですよ。法務局に行って、ね、申請すれば、でもね、金かかりますよ、結構ね。えー、何歯でも何歯でも取ったらねあの、もう結構な金になりますよ。それをでも それを見ないと、買うかどうかの判断できないですよね。だから、本当に買う人にはその情報を渡すんです。ね、そして、あなたは本当に買う人なんですねって、その自分の営業マンとそういう人間関係を作っていって、よりいい物件の情報が出ましたっつってね、教えてもらえるような関係になってください。はい、これが、資料請求なんです。ね。電話かけて、おあこれっつって、俺が、俺様が分析してやるじゃないんですよ。 ありがとうございますってってね、もう、えー、本当に買いたいんですべね、もう検討できないんで、もう投機も投方を送ってください。これが資料請求なんです。そして、えー、この物件がいくらまで下がる可能性があるのか分かります。可能性があるだけですよ。その金額で買えるなんて全然可能性ないですよ。で、そのギリギリの金額でいつも差しにしてたら、ね、売ってくれると思いますか 相手の気持ちを考えて、ね、納得できる理由をつけてその理由のつけ方はねまた買い付け証明書のところでやりますけれどももう全部ねオーナー目線ですこれも全部オーナー目線ですねさっきのレントロールの分析もオーナー目線だったじゃないですかということでやっていきましょういかがでしたかこの回この回ね面白かったでしょうねこれが。 学べるサイトってね、まあ、にありませんよ。ということで、どんどん学んで、ね、当たり前のことはね、私、話してないんであの、その辺にある、本当、もう1500円でね、いくらでも本買えますからね。らもう1500円で10冊は最低買ってください。で、20冊読まないで、ね、さあさんの言ってることは分かりませんって、やめてください。20冊は読んでくださいよ、最低。だってあなた、1億円くらいかけるんでしょ。ね、自分の物件に。1億円じゃなくたっていいですよ。 と考えてくださいそれめんどくせーじゃないんです。あなたが毎日やってるその仕事のめんどくささ、ね、1日8時間何ヶ月やって、ね、何万時間使ってるんですかってな、まあ、何万時間、ね、使うにはもう30年以上かかりますけれども、その労力と比べてこの労力、この労力がめんどくさいんですか、ね、しかも一度作ったらその後自動的に流れていく自動化の、ね、システムを作ってるわけですよ。 これをめんどくさいって言って、毎日、一日8時間、もっとめんどくさいことをやりますか、ね、どっちがめんどくさいのかあなたが今、普通に仕事やってる仕事のめんどくささに比べたら、もう本当に簡単なことです。今私が言ってることは。さっき言ったボロ物件に立ち向かうのも簡単な。あなたがやってる仕事で本当にやってるその苦労、その苦労に比べればビビったるものです。 ということを締めのセリフにして今回を終わりたいと思います。それでは今日もご清聴ありがとうございました。ではまた。